私をバカにした黒服、私は裏切り者で幸福、あれからずっと20年、 Hey、 黒い屋敷に住んで20年、そして私はメスが気になったそうだ、これで活躍しようと歓迎はもちろん韓国の酒マッコリ茶味するキャスタグタヤナン、これは不思議な屋敷だね、 Hey、 とっても綺麗で素敵だね、 Hey、 アンニョン入るよ楽しみだ、飲み物嬉しい歓迎だ、ヘイノリノリ音楽ドキドキ興奮、ポカポカ体温ムラムラ状態へ、これはひょっとしてなんなりとお任せします、ライア様、これはルシファー様の命令で待ちに来た、兄と一緒に暗殺しようと考えていた、兄は早速狼人間を見つけて、兄はめちゃくちゃ狼人間を犯したけれど見つかってしまい、俺と兄はすぐに逃げたが、兄は撃たれて最後の言葉を言った、弟よ、すぐに隠れ場所を見つけろと言われて、俺はすぐに逃げていった。主役はもちろんこの私、ライア様よ、誰にも私の虜になっちゃいなよ、これで私大満足よ、みんな私に従う、誰か一人裏切るやつは必ず絶対ぶちのめす。俺は兄の言葉を忘れずに隠れ場所を探ったけど、いつの間にかずっと遠く離れて逃げてた、このまま戻ってきても危ないなと感じ、俺は諦めずに場所を探った、すると前を向いたらそこにはとても大きなお屋敷があった、俺はすぐ中に入ってしばらくここにいようと考えたが、目の前にはかっこいい女性が立っていた、女性はこう言った、ようこそライア様の屋敷、そうここはライア様のお屋敷さ、君は困っているんだね、よろしければ案内しましょうか、飲み物準備グラスに注いで、それではみんなで、はい乾杯、ゆっくりと楽しみください、今がチャンスよライア様、イエイ、ついに来たわ、いよいよね、ヘイ、私特製美薬の出番よ、酒がなくなり今がチャンスよ、次の酒とこそり引き換え、すると狼男は飲んでかっちゃぎ体が熱くなり、するとせやせや眠くなり、へい今のうちに拘束が、ああ主役はもちろんこの私、ライア様よ、誰にも私の虜になっちゃいなよ、これで私大満足よ、みんな私に従う、誰か一人裏切るやつは必ず絶対ぶちのめす。